フローレンスはアメリカ合衆国ケンタッキー州ブーン郡にある第3東急都市である。市名はイタリアのフィレンツェから取られたという説がある。2010年国勢調査での人口は29,951人だった。シンシナティ、北、ケンタッキー大都市圏に属している。フローレンスのある地域はバーリントンやユニオンから 理事道路など数本の道路が集まるところだったので、当初はクロスローズと呼ばれていた。1821年までにコビントンの検事でバーリントンパイク沿いの農場を所有していたトマス・マッテンからマッテンタウンと呼ばれるようになっていた。マッテンが移転してしまうと、1828年には成長しつつあった街の開発を任された開拓者、ジェイコブ・コナーからコナーズビルに改名された。 州内にはハリソン軍にもコナーズビルがあったために最後はフローレンスに改名された。イタリアのフィレンツェから取られたと考えられているが具体的起源は不明である。1830年1月27日に法人化され、1836年にコビントンレキシントンターンパイクが完成した後は急速に成長した。フローレンス市はブーン東部にあり、 座標では、北緯38度59分36秒整形、84度38分33秒、北緯38.99333度整形、84.64250度、38.99333-84.64250に位置するアメリカ国道25号線、道42号線、道127号線が市内中心部を通っており、 北東の新シシティ中心街には3本が合流して11マイルである。週間高速道路75号線と道71号線が市内西部を通り178から182までの出口でアクセスできる。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は10.3平方マイルであり、この内陸地10.3平方マイル、水域は0.1平方マイルで、 水域率は0.43%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。フローレンス市の人口は年2.2%、成長しており10年間では14.2%だった。2008年6月時点での人口は27.745人だった。シンシナティ、北、ケンタッキー大都市圏では6番目の都市である。フローレンス市は 週間高速道路75号線から見える給水塔があり、そこにフローレンスヨールと書いてあることで周辺市まで知られている。もともとこの塔は建設中だったフローレンスモールの宣伝を行っていた。これは塔のために土地を寄付したモール開発業者との協定に基づいていた。しかしモールがまだ建設されていなかったために、 この塔は高規格道路の規制に違反しており、一定期限のうちに、その表記の変更を強いられた。この塔全体の塗装をやり直すよりも、モールの頭文字、M の左右にある縦角を消して、Y に変えた方が単純で良いということになった。モールが建設された時に元に戻す意図もあったが、地元住民は、この、夜、君たちみんなという意味があるを好んだので、 フローレンス氏はそのままにしておくことにした。市内には独立リーグのフロンティアリーグに属する野球チームのフローレンスフリーダムが本拠地にしている。シンシナティ大学医療センタースタジアム別名チャンピオンウィンドウフィールドが2004年に完成して以来ホーム球場にしている。ありがとうございます。